吉報、麻生財務省、韓国、スワップの再開？そんなの議論するわけないだろ。あと在日資産吸い上げで協力することが決まったから。在日。日本と韓国は23日、両国の経済、財政問題を議論する財務対話を都内で開いた。2年半ぶりの開催で、第2次安倍政権の発足以降は初めて、アジア地域の金融情勢について意見交換したほか、東南アジア諸国連合、ASEAN、との金融協力の推進も議論した。麻生太郎財務相は対話の中で、グローバルな問題について、日韓で協調できる関係を引き続き構築したい、と述べた。今回の財務対話は金融危機などの際にドルを相互に供給する通貨交換協定を2月に打ち切ってから初めての2国間の財務総会談となる。今回の財務対話で、通貨協定の再開は議論しなかった模様だ。韓国の最恵官、チェ・ギョンファン、企画財政相は麻生氏との会談前に、政経分離の原則で、政治の問題は政治で解決する、と記者団に語り、経済、財政分野の関係再構築に意欲を示していた。日韓財務対話は2006年に始まった。韓国の李昭浩前大統領が12年に竹島を訪問したのをきっかけに両国関係が悪化。財務対話も途絶えていた。先ほどの動画はいかがでしたか？このチャンネルでは先ほどのような面白い動画や、興味のある動画をまとめています。オリジナル動画も作っていく予定ですので、よかったらチャンネル登録お願いします。